はい、どうも、和志堂です。ついに今日、オフ会です。はい、ではね、行ってきますよ。原宿の方行ってまいりたいと思います。あ、ちなみにまだ家ですからね。まだ家です。今ね、もうね、11時半ぐらいなんですけど、まあね、これからまあそれ行っても大丈夫です。もう僕、ちなみにね、3部と4部、参加させていただきたいと思います。まだね、全然時間あるんですよ。3部がね、確か16時とかだったかな、15時半かな、いや、忘れましたけど、確かね、そのぐらいだったので、今出てもね、約1時間半ぐらいとかで着きますので、まあ別にでも早めに着いとこうと思ってますし、ちょっとね、会いたい方もいます。2部でしか出れない方とかもいますので、ちょっとね、そこでちょっと早めに、行こうかと、思っております。なんとかね、3部と4部取れました。そしてね、ホテルの方も予約取れましたので、今日は条件揃いましたので、もうテンション上がってきた。もう今からでもテンション上げていかないといけませんね。あとなんか、もらったんで、飲むやつもらったんでね、ちょっとそれを飲んでいこうと思っております。それでは、いきます。はい、皆さん、原宿どころか、もう着いちゃいました。駅降りて5、6分ぐらいだったかな。いや、もっと歩いたかな。でも道迷っちゃったんですよ。それでね、ちょっと一人の方に来ていただいちゃって、そこで道案内でやっと着けましたんで、まあちょっと俺まあ今2部まだ始まったばかりなんですよ。で、俺3部と4部なんで、ちょっと3部、4部ぐらいからちょっとやろうと思っております。はい。ではまたね、後ほどでございます。後で。来たで、ほら来たら、ほら、これ俺ね、うん、ここまでか、ギリギリ、よし来た、オッケー、よしよし、はい、今日は7人で、お、待って、ソーセージも来た、ほら、これで買ったか、これ、え、この中で、やっぱりサイズはこれが俺のサイズぐらい。いや、シーンとなった。はい、シーンとなった。いやー、でもね、で、しかもこれ、しかも安いもんね。しかも安い。私も足りない。ダメ。取っちゃダメ。ダメよ。で、一人占めええやん。はい、というわけでこんな感じになっております。いいね、もう疲れたよ、ほんと。今エアコンとかもかけたんですけど、もう疲れた。十分、もうこのね、部屋の広さで十分です。もうね、マジで歩いた。だいぶ歩いた。で、今日ですね、今日ね、泊まってる方何人かいるんですけどね、はい、もう寝る。そこね、もうとりあえず風呂入ってもう寝たいと思います。あ、そうですね、風呂も見たいですね。風呂見てみましょう。ではここが、あ、こういう感じ。なるほどな。あ、なるほどな。はいはいはい、こういう感じが。で、まあトイレと、そうか、お風呂共同と。まあでも十分、もうこんだけある、十分ですよ。はい、まあこんな感じですね。部屋はこんな感じ、十分だわ。これだって1万円ぐらいですね。1万円ぴったりぐらいでございます。まあ東京だからね、原宿だからしょうがないよね。結構歩いたけど、まあもうこれでもう一休みしたいと思います。はい、どうも、改めてどうも、和城です。いや、皆さんね、まず見ていただいて、ありがとうございます。そしてですね、ブルーシーオフ会でね、会った方々、本当にお疲れ様でした。そしてね、本当いろいろとありがとうございました。なんかね、すごいね、オフ会でいろんなのいただいたのでね、いや、もういろんな方が、ね、ありがとうございますって感じでね、いただいてしまったのでね、いや、本当にね、こう優しくね、接していただいて、本当にありがとうございます。先ほどの、まあ、ホテルの方も見ていただきましたが、いやね、俺、奇跡起きたんですよ。本当に、最初予約した時に、やっぱり空いてなくてですね、あ、これダメだなと思って、とりあえず、じゃあキャンセル待ち
た感じでキャンセル待ちで待ってたんですよ。そうしたらですね、また改めて連絡が来まして、そこでね、まさかのね、開いたんですよ。そこで開きましたので、どうしますかって感じで、で、値段はね、シングルのまんまで、まさかのダブルの方を買えたんですよ。これ奇跡だなと思って、あ、全然もうそれでも構いませんって感じでね。まあやっぱり1万2000円ぐらいしましたけどね、もう全然 OK です。でも、それでも、やっぱあの部屋のね、もうまあ狭さって言っちゃ申し訳ないんですけど、あれぐらいでございます。やはりさすが東京ですよね。東京はやっぱりすごい。もうほんととにかくすごい。あの日はほんとホテル取ってよかったですね。もうすっごい疲れておりましたのでね。でその後ね、皆さんとご飯食べてね、そこからまあホテルに向かったんですけど、まああのね、ホテル向かった時、あの時大変でしたよね。偶然にもね、そこでね、あの4人被ったんですよ。まあ自分入れてですね、まあ3人の方ですよね。3人の方がね、まさかの同じホテルでしたので、そこでね、あの皆さんで行った形になりましたが、それでね、道間違えたんですよ。まあね、誰とは言いませんけどね、誰とは言いませんけど、あ、大丈夫です、大丈夫です、あのその人のせいじゃないです。あの時に調べればよかったんです。あの僕もね、調べればよかったんですけど、もうね、疲れ切ってたのでね、もう荷物もすごい多かったので、まあこっちでしょうって感じで行ってったら、やはり道迷ってね、約40分以上歩いたんですよ。しかも坂道こんな感じでまあね、それがもうね、またね、いい思い出でした。いろいろとね、本当に話しながらもね、まああと小梅太夫やりながらもね、まあシーンとなってしまいましたけど、まあでもね、すごくいい思い出になりましたね。あれはあれで良かったです。そしてね、もうホテル着いてからもう即寝でしたね。もうシャワー浴びてすぐ寝たって感じでね。まあでも本当いい朝を迎えられましたしね、非常にいい思い出になりましたので、いや本当ありがたい話でございます。そしてね、まあオフ会会場についてですかね、まあもちろんのごとく、まあ先ほども何度も書きましたけど、オフ会会場はもちろん NG でございます。撮影は NG でございます。まあこれも当たり前ですからね。もう本当あれぐらいしかもう本当撮れなかったんですけど、まあオフ会会場の中という感じですけど、まあ中はまあぼちぼち広かった感じでですね、それでなんかね、あの2階のところで撮るのと、なんか地下の方で撮るのとって感じだったんですけど、あ、まあ2階の方で皆さんとなんか喋るって感じのところで、地下1階の方でグッズ販売と、なんかあのチェキ会、あのチェキを撮るような感じのね、スペースがありましてね、まあそこをなんか階段でこう上り下りしながらって感じでやりましたけどね。で自分はね、あのまあ視聴者様がね、あのまあ3人の方がね、あの一緒にチェキ撮りたいっていうことでね、あの白洲さんと、まあ自分と、まあその方とって感じでね、あのまあそう3人で撮ったり4人で撮ったりって感じで撮らせていただいて、本当まずありがとうございます。本当チェキでね、あの一緒に撮っていただいた方、本当にありがとうございます。オフ会会場の雰囲気はやはり良かったと俺は思いますよ。やっぱり皆さんね、まあもちろん白洲さんに会うのがもちろんメインです。それは当たり前なんですけど、それだけでなくね、やはりまあグループにはなっておりましたけどね、皆さんまあ和気あいと話、まあもちろん一人の方もいればね、二人にいた方もいましたけど、でもね、ほんとグループになって話した方もずっと本当お話ししてましたしね、まあ自分ももちろんその中で、お話しさせていきました。まあ10人20人ぐらいでね、ずっと話しさせていきましたけど、ほんとでもね、すごい楽しかったですね。もちろんのことでも白洲さんの話だけでなくね、もうブルーシーさんの話だけでなくね、もういろんな話しましたよ。いろんな話しました。非常にね、楽しかったですしね、もう何よりね、もう笑いが絶えなかったですね。もうその後ね、まあ自分は3部と4部に、参加したのですが、もうね、4部ぐらいからね、非常に眠くなっちゃって、俺ちょっと寝ちゃったんですよ。押したら写真撮られちゃってさ、寝てるとこも写真撮られちゃって。いや、もう参りましたよ、本当に。まあでもね、まあそれもこれもね、それもストンと一つ一つの思い出ですよ。でもオフ会会場のね、雰囲気は非常に良かったと思いますよ。まあああいう感じでね、またなんか、和気あいとまたね、今度またそういうオフ会がありましたら、ね、参加したいなと思ってますしね。また日が合えばって感じですけどね。いや、本当皆さんに会えてまず良かったですね。そこでまあ、あの、視聴者様、もうね、本当に非常にいっぱいいましたのでね。いや、本当にありがとうございます。そしてですね、まあ、白洲さんにね、そうです。合計で自分話す機会があったのが、なんとね、4回ありました。4回もありました。はい。その中で質問しましたね。もちろんのごとく質問しました。まあ、自分はですね、本当、勉強がてらもありますし、白洲さんのちょっと今後のことをちょっと聞きたいなって思ってね。まあ、それもちょっと聞いちゃいました。あのね、ぼそっとちょっと聞いておりましたけどね。まあ、言えるところ、言えないところはもちろんありますけどね。まあ、言える範囲で、言おうと思っております。まあ、その中の4回の中で、まあ、3回がね、もちろんチェキですが、チェキの時にね、チェキのね、時間帯も2分ぐらいしかなかったのかな。2分ぐらいしか本当話せる機会なくて、でもそれ十分ですけどね。それで自分やっぱりあの3回ね、あの視聴者様がね、本当そこでチャンス作っていただいたのでね、まさかの3回もね、あの白洲さんとちょっとお話しすることが、できました。まずですね、まあ、白洲さんにそうですね、ボソッと聞いたことですね、まあ、白洲さん、そういえば今後ですね、まあどういう活動っていうか、まあこういう感じでやっていくんですかとはまあ言ったんですけど、まあそうですねと言ってますけど、まあまあそこまでも言えるわけじゃないですけどとは言われて、
まあ、今後はね、まあ、もちろん検証もそうですけど、まあ、心霊スポットとかちょっといろいろと行ってみようかなと、関東付近ちょっと行ってみようかなと思っておりますっていう話をね、まあ、言っておりました。まあ大体今そこら辺のとこまで、もうそこまでしかちょっと言えない感じですけど、まあ白洲さん本人に聞いておりますのでね、今のところその質問に関してはそういうふうに答えられましたね。そしてね、まあ、2回目、そのチェキの時にまたですねお話があったんですけど、まあ、その時にもう1回ちょっとお話をした時に別のことを言いました。まあ、自分の中でこう振ったんですけど、まあ白洲さんもしかしたら神奈川県とか、まあ、そういうとこでも、まあ、さっき関東って言ってましたけど、まあ、もしねこちらの方でも神奈川県とかで、心霊スポット、行くとかとなりましたら、もしよかったらね、本当に白洲さんプラスないかもしれませんけど、まあ、自分にしかプラスないかもしれませんけど、もしよろしければなんかコラボとかね、まあ、そういう感じで一緒に心霊スポット行けたらなと思っておりますって。でそれも白洲さんがですね、あもうぜあね、もしねそれ本当に実はもう考えておりまして、ぜひぜひ神奈川県でしたっけ、そういう神奈川県なんですって話をしまして、でそこからね、そういえば金城さんってインスタグラムとかってやってますかって言われて、でも自分あんまインスタグラムそういえばやってないんですよって、もうツイッターしかやってないんですよねってお話をして、でそしたらね、まあ白洲さんがですね、あでも自分ツイッターからでも送れますので、まあ、もしだから神奈川県とかでもしそういう機会とかがございましたら、コラボという形で、もしよったら神奈川県でね一緒にやっていきましょうっていう話になりまして、おマジかと思って、めちゃくちゃこれチャンスだなと思いました。正直ね、おおこれはラッキーだなって思いましたね。でそこでね、まあ、白洲さん、いや本当になんかでも白洲さんにあんまプラス全然プラスないですよって、むしろ俺にしかプラスないんでって言ったんですけど、ああもう全然って、でも本当にねもう金城さんも結構もうもちろんこちらも知ってますし、もしよかったらツイッターの方で DM 送りますって言われましたね。まさかのそうです。まあ自分もねインスタグラムやればいいんですけど、最近ちょっと全然放置しちゃってるの全く見てませんのでね、インスタグラムはやってないんですけど、でもまあツイッターの方は非常に稼働しておりますので、それで伝えたんですよね、まあ、ツイッターの方しかやってないんですよね、じゃあツイッターからこちらからねDM 送らせていただきますよって、そういうのなんかもしねそういうお話がありましたら、日にちがありましたら、もしぜひ、やりましょうって言われたので、まあちょっとチャンスはできましたよね。で非常にまあちょっとそういう、まあ、僕も嬉しかったですし、良かったなと思っております。まあ、いつかね、まあ、これは叶えたいですよね。さすがに白洲さんとね、まあ、自分ももう一回でもね、もしねコラボできましたらね、心霊スポットコラボできましたらね、これ本当にでかいっすよ。いやマジで、あね、片方35万人以上ですからね、片方2500人ですからそれでもしねコラボなんてできたらかなりでかいのでね、やっぱりね俺もどんなに何言われようともね、まあもちろんねもう配信者としてましてやもう YouTuber ですから、まあそこはね本当に白洲さんと、まあもう間違いなくね心霊スポット行っただけでも非常にねもう自分にはかなりプラスになりますしね、でも本当に切実に行きたいっす、うん、切実っていうのかなでも本当にもう行きたいですね、一緒にこれ行ってみてちょっとコラボしていた行きたいなとは本当に思っておりますのでね、まあいつか叶えるかな、叶うかなっていう感じで思っておりますけど、まあまずね2回目のチェキの方に関してはね、まあその話を、させていただきました。そして3回目のチェキの時ですね、ちょっとここでね結構びっくりしたことがありましてですねまあね白洲さんがですね、まあその、 女性の方にいたんですけど、まあその、まあ、こういう感じで、まあ、チェキ取ってくださいって感じで、まあその方が、まあし、まあ、チェキってね、その視聴者の方というか、まあそのか、まあ、そのチェキ取りたい方が紙とかで指示できるんですよ。まあこういう風に取ってくださいとか、こういう風に、まあ、こういう感じのポーズでいいですかとかっていう感じで書けるんですけど、でまあその方のね、まあ、もちろんそういう感じで、まあ、取っていったのですが、まあね白洲さんね、まさかのねめちゃくちゃ慣れたんだか分かりませんけどね、俺にめちゃくちゃ煽ってきたんですよ。めちゃくちゃまさかのね煽られましてね、3回目のチェキでですね、まあその方の、まあ今言っちゃいますけど、その方の女性の方がこう、まあ、こう座ってて、で白洲さんと自分が顔をここ近づける感じの、そういう感じだったんですね。顔がこう両サイドに近づく感じのね、そういう写真だったんですけど、チェキだ、あチェキでした、チェキ、あ写真か、チェキ、うん、まあどっちでもいいか、チェキだったんですけど、その時にですね、まあ白洲さんがですね、金城さんダメですよ、キスしちゃダメですよ、金城さんダメですよ、キスしちゃダメですよ、ダメですよとか言ってめっちゃ打ってくんのね。もう4回も5回も言いやがって、いやいや、だからさ、なんで俺煽られてんのってなっていや、なんで俺白洲さん煽ってるんさ、ダメですよ、絶対やっちゃダメですよ、キスしちゃダメですよとか言って、おいと思って言いながら、まあそれでそのおかげでね、白洲さんはこうやって顔近づいたんで、俺こんなに離してたからねめっちゃ離れてるんですよ。あんなこと言われたらね、それはもう顔離したくなりますわ。だって俺が近づいたらもう、やっぱキスしましたよねとかって絶対煽れるなと思ったんで、でまたね終わってからですよ、終わってからまた白洲さんが、え、金城さん大丈夫ですか、キスしなかったですか、大丈夫ですか、あ、まあじゃあよかったです、よかったですとか
何が良かったんだよと思って、いやもう俺言ったんですよその後に。で俺なんか白洲さんに煽られたから、煽られたせいで俺顔離しちゃったんですけどさ、あそうですか、そうですかね、他人事じゃないんだよこっちはおい煽るなって思って、まあまさかでもねそういう感じで白洲さんもね煽っていただいたのでね、まあ非常に楽しみましたよこちらの中でね。まあそうですね、もう嬉しいですよ単純に、うん単純にああいうね35万人の方だとね、ああいう風に普通にほんと友達感覚でね、話したのでね本当に良かったと思います。あそうです、あとねもう一つね、それ2回目の時か、チェキ2回目の時ですね、あの一応ね白洲さんにねちょっとプレゼント渡したんですよ、うん、プレゼント渡しました。まあちょっとね内容はちょっとあんま言いたくないですけど、まあまあクロムハーツのやつですね、はいクロムハーツのなんか渡しました。ある程度のやつをちょっと白洲さんにプレゼントさせていました。そしたらすげえ喜んでましてね、白洲さんじゃあこれプレゼントこれ俺からですよって言ったら、えクロムハーツじゃないですかってなって、いやなんか前回ね、まあ、クロムハーツ好きだって話したんでちょっとプレゼントしましたって話をしたらね、そしたら白洲さんどうします、上の方に置いておきますかって言ったら、いやいや全然もうこっちお貸しくださいって言われてもう普通になんかこうなんかで、いやいやもうこちらでもらえます、こちらでもらえますとか言って、そう、あじゃ あいいっすよ、でもこれ持ってきますけどって言ったら、いやいやもうここに置いておきます、置いておきますって言って、そうありがとうございますすごいね、まあ、喜んでましたよね。うんまあ本当そういう前回ねそういう話もしましたのでね、まあ本当良かったかなと思っておりますので、ね、非常に喜んでいただいたので、まあさすがにねなんかこちらもねやっぱ手ぶらなわけにもいかないで、まあ、ぶっちゃけブルーシーさんのおかげでね、そういういろんなこういうね視聴者さんとも出会えたので本当そこは感謝しておりますよマジで。うんそれがだから言うのがどんな理由だろうと、まあ、めちゃくちゃ感謝をしておりますっていう意味がそれですよね。だからそれがなかったらねこうやってライブ配信とかでも皆さんと出会えませんでしたしね、もうだからそこは白洲さんに本当もうありがとうございますの一択なのでね、まあやっぱ手ぶら良くないと思って今回はねそのクロムハーツをねお渡ししてね、まあ本当ありがとうございますっていうことをねお伝えしました。4回目がですねもう帰りです、帰りの時もう1分ぐらいしかちょっとお話はできなかったですけどね、帰りも結構ねもうかなり押してまして時間がねバタバタしておりましたけど、まあその時に白洲さんね、ではまあちょっと改めてなんですけどまたこれからもよろしくお願いしますっていうことを言ってね、その後まあもしよろしければ心霊スポットコラボできたらもうむしろ逆に言うと変にもう利用しちゃってくださいって言ったんですよ。もう自分からしたらもう本当プラスでしかないので、まあちょっと白洲さんにはちょっと申し訳ないですけど、まあもしよろしければ一緒にコラボできたらねぜひともお願いしますって連絡お待ちしておりますって言ったんですけど、まあこちらからもし連絡しましたら連絡しますって言ったら、はい、でツイッターのその DM の方からもしよったら送りますのでね、ぜひともお願いします。あそう、あとちなみに言っときますけどって言われて、俺カズシロさんの見てますからねって言われたんですよ。そう俺も言われたんですけど、そう俺のツイッターとか見てるらしいんですよ、うん、であれこれから飯食いに行くんですよとか、でこの間方とご飯食べに来ましたよねとか、いろいろともうバレてるんですよ。でこういう格好しましたよねとかあったので、あ白洲さん見てんだなと思ってそう俺びっくりしましたよさすがに。え見てるんですかさ、いやカルシルさん見てますよ、ツイッターの書き込みとか見てますからねって言われたんで、俺ちょっとね常にちょっと意識しておかないとまずいなと思って、いや俺びっくりしましたね、まさかのね白洲さんが俺にねその見てるとは思わなかったので、ちょっと気をつけないといけませんよ。そうです。まあ、それもちょっと報告って感じで、なんかまあ、いろいろとね、白洲さんとはだいぶ距離が縮んだ感じしますよ、本当に。うん、そんな感じがしますね。まあ、そこでまあ、俺は心霊スポットコラボできればいいかなと。検証はどっちでもいいです、別に。検証は別にしなくてもいい。俺ははっきり言った話。これははっきり言いますけど、検証はこれはもう白洲さんが普通にやっていいと思うけど、心霊スポットとかのことになると、やっぱりまた話は別なので、もう心霊スポットコラボでね、もうそこを本当一択でもう狙いたいと思いますのでね。はい。皆さんもしよかったらぜひ、応援お願いします。そしてですね、まあそこをね、狙っていきたいなというかね、まあ本当叶えたいですよね、こればっかり叶えたいですね、うん、もう連絡来たらもう大万歳だと思いますし、 もちろんのごとくね、もう何かそこに入ったとしても予定があったとしても絶対それも予定を消してまでもね、そこ白洲さんのね心霊スポットの方を優先しようと思っておりますのでね、本当皆さんもしよろしければこの応援もね、応援もよろしくお願いします。そしてね、楽しみにしてください、よろしくお願いします。はい、ということでこんな感じでしたかね。まあとりあえずそうです、オフ会は皆さん、まあ、改めてですけどね本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございましたね、会った方もね本当に皆さんありがとうございました。でねまたぜひね、まあ、そういう参加できる機会がありましたら次なんかね、まあ、早くても8月遅くても10月っていう話を聞いてますのでね、まあ、10月かもう3、4ヶ月後ですね、まだまだ先の話ですけどね、まあそんな感じでまた参加できましたら、ぜひとも参加しますのでお願いします。そしたらねこのまま続けて、もしよろしければチャンネル登録のぜひともよろしくお願いします。そしてグッドマークですね、グッドマークのもよろしくお願いします。そしてコメントの方もぜひともお願いします。コメントね、もしよかったらどしどし書いちゃってください。コメントの方ね、ぜひとも、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしよう。はい、どうもカズシドです。今ここトイレと、でもねここね今すごいさ綺麗になっちゃったの。前は
古い時はやっぱここでもなんか出るって話を聞いたけど、まあ、頭でかいな。でそれで頭でかかった今ちょうど俺の頭ら辺に入ってる、うん、まあここは防空壕ね、やっぱりあるところだから、はい、そう、あそこのさっきのところ続いてるの、うんうんうん、反対側ちょうど、はい、実はね最近ね心霊 YouTuber さんがねよく使ってるおもちゃなんですけど、まあおもちゃというかねおもちゃですね、はい、それがこちら、じゃじゃーん。これ皆さん知ってます？このおもちゃの名前はマネマネお猿と言います。はい、何で使われてるかと言いますとこんな感じです。こんな感じ。どうも和志郎です。どうも和志郎です。真似してますか？真似してます。あれ、はい、はい、どうも和志郎です。今日もですね、なんと心霊スポットに来ました。で、この名前なんですけど3分間トンネルです。多分ね、皆さん結構ね、ご存知な人もいますけど、ちょっと3分間トンネルに来ました。現在ですね、3分間トンネルは、その中には入れないっぽいんですよ。でも説明今とちょっと読ませていただくと、観音崎自体も心霊スポットとして有名ですが、必ず話題に上がるのがこの3分間トンネルです。スイッチを入れると3分間だけ、明かりがつくことからこの名前が呼ばれてます。でもね、実際ね3分じゃないらしいよ。だいたい1分か2分らしい。なんか前入れた時はね。で、なんかね、中にね牢屋みたいなのがあるみたいで、なんかね、あの取り憑かれたらいう人はなんかね牢屋を舐め回したりとか人もいたらしいよ。そういうなんか現象があったみたいで、実際に横須賀ではランキング4位なんですよね。4位に入ってるんですよね。うわぁ、合ってます。はい、見てください。ここが3分間トンネルです。やばいやばいやばい、奥何も見ないよ本当に。これがスイッチで、多分これ押すと電気がつくのかな。今使ってもいいのかな。一回つけてみようか。3分間トンネルいいですか。これわかんない。あ、ロックかかってます。あ、ロックかかってるね。多分今使えないのかもしれない。では早速やらせていただきます。どなたかいますか？今なら話せますので、もしよかったら話してください。ごめんね、今話の途中ね。あ、ちょっと寒くなんなかった。俺感じてる。ちょっと今寒くなって、なんかちょっとね、雰囲気変わった気がする。ごめん、なんか俺ちょっと感じてきた。いや、俺冗談だけど、明らかにちょっとさっきよりか寒い。お、呼吸、何どうした？何？あ、ポコンってなってる。え？え？ポコンってなった。何？音？ポコンって。どこで？いや、これ鳴ったじゃん。俺この辺から聞こえましたけど。そうそう、俺ここだよね。え、俺何にも聞こえなかったけど。え、それではスイッチ入れました。どなたかいらっしゃいますか？緊張してんの？